はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。清水のおっさん様、まこみこ様、猫2匹のママ様、お手紙いただきました。ありがとうございます。水戸のひろやす様、ドラゴンリー様、圭一様、ももちゃん様、お手紙もいただきました。ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。今日はですね、外国人実習制度廃止デモを行ってまいりました。ご参加くださった皆様、拡散宣伝してくださった皆様、誠にありがとうございました。今日はですね、沿道の人、スマホ向けて撮ってる人多かった気がするな。あとですね、デモのコールに、自民党は人身売買をやめろって入れたんで、自民党の評判が下がるといいなぁなんて意地悪なことを考えております。デモ隊を見もせずにスマホをいじってる人も多かったですが、まあ若い人ね、それ見てですね、ああ毛づくろいしてんな床ネズミどもが、という感想を持ちました。詳しくは私の楽園実験の動画をご覧ください。まあある意味幸せなんだよね。関心持たずに生きていけるっていうですね。そうするとまあ無気力にはなりがちなんですけれども、池田大作創価学会名誉会長95歳死去と発表ゆうべですね。これには驚いた。12年間公の場に現れず、なんで今発表したのかな。これ98歳とか99歳とかなると、嘘だーってなっからかなーってちょっと思ってみました。12年間ですね、公の場に現れなかったんで、ああどっかに冷凍されてんのかなっていう噂はありましたけれどもね。発表になったとうとう世論です。びっくり、もう隠しきれなくなったか。よっしゃ、公明党解体や新人が足りないのでは。何年隠したストレートズバリ分裂するのか、抑え込んだのか。年末の駆け込み需要、権力闘争で分裂するかもね。ジャニーズみたいに死後いろいろ問題出てくる予感。今年はいろいろと日本の闇が暴かれるね。本当ですね。すごいですね。結党59年だって公明党。知らんかったわ。私生まれるより前にできてたんだ。歴史長いんですね。まるで映画用心棒のようにですね、息子派と有力弟子派が後目争いしてて、それでね、死を公表できないって噂聞いておりましたけれども、決着ついたんですかね、とうとう。実は幸福の科学と検証会のトップが今年亡くなっております。ご利益ないね。なんだかすごい年だな。ジャニーズ宝塚もずっこけたし、時代の転換点感じますね。なんか選挙の電話かけはですね、地域の婦人部がですね、池田先生の恩ためにっつって頑張ってるんだって。なので死去の公表によって熱量下がりますね。テンション下がっちゃいますね。その婦人部自体が高齢化で数を確保できずにですね、最近は女子部と合併したぐらいなんですけれども、直近の参院選全国比例票は618万票でした。これがどのぐらい次減るんだろう。この死去の発表によってね、岸田総理、池田 大作死去に弔意を表明。池田大作先生、池田大作氏のご逝去って読むの、逝去ですかこれ、ご逝去って読むのかな、の法に接し深い悲しみに耐えません。謹んでご冥福をお祈りとするとともに、ご遺族の方々およびご関係の方々に対し、なんて読むんですかこれ、中心ですか、哀悼の意を長身か、もっていう字だよな、もに服すのもだよな。なんて読むんだろう、もしんじゃねえよな、読めません。哀悼の意を表します。内閣総理大臣岸田文雄、内閣総理大臣として、の弔意を表してしまった。世論です。なぜ特定の宗教の弔に、政教分離はどうした、一民間人に総理が弔意って、ここまで間抜けだったとは。公明党は創価と直接関係ないって建前では、
新興宗教のトップってだけの人なんだけど、なんで、疑問の声、宗教メガネがトレンド入りしてました。わざわざ内閣総理大臣ってなんてですね、公人の立場で、一宗教家を特別扱い、おかしいですよね。事務所や秘書や、総理補佐官なんかの周囲はですね、おかしいですよって誰も止めなかったんかーいという、立憲泉健太や維新馬場も弔意を表明しておりました。政界に行くとですね、なんか常識狂っちゃっておかしいともなんとも思わなくなっちゃうのかな。朝日新聞、池田氏死去でくすぶる小選挙区撤退論、公明かける周票率に追い打ちと、なんかウッキウキのあの社説書いてました。これであの公明党落ちぶれるなみたいな内容でしたけれども、世論です。政教分離なんて建前だけで嘘だから、池田 AI は完成してるそうなんだ。池田大作戦というものすごい作戦、あの世の池田先生と通信して支持を仰げ、そうか、企業が金持ってるからまだ油断ならんと、最盛期に862万票あっただって知らんかった。これあの今の立憲に迫る勢いですね。今は618万票だいぶ減りましたね。死去発表で100万票は減りそう。あと信者の高齢化で自然減でさらに100万票減ればですね、まあ共産党ぐらいの勢力になるかな。公明党が与党である限り改憲とスパイ防止法は絶望的だから早く消滅してほしいですね。イスラエルハイファ大学、成人の 5% 程度存在する ADHD、注意欠陥障害多動症は、異論に対する寛容性が低く、持論を認めさせたい欲求が強い。まあ異論は認めないってやつですか。他人の話を途中で遮ることも多いと。そうなんだ。じゃあ、途中で遮るやついたら、注意欠陥障害かな、多動症かなって、疑った方がいいんすかね。グレタが典型例だな。共産党員しか思い浮かばない。毎日同じことしか考えない。頭の悪いパヤさんたちか。リアルじゃそんな見ないけど、ネットだとうじゃうじゃいるよね。にちゃんは知的障害持ちがうようよしてる。ツイッターのフェミさんたちですね。クマクレーマーたちかな。そうかもしんないな。クマクレーマーフェミ、異論を認めない、許さない、異論を認めずねじ伏せることを好む。だってパヨとフェミ、朝日新聞社説、韓国メディア、中国共産党なんかがパッと思い浮かびますね。普通の人はですね、こいつ変なこと言ってんなって思ってますね。その人に直接バトル仕掛けないもんね。せいぜいですね、こんな変なこと言ってる人いたわっていうぐらいでね。なので、じきじきに文句言ってくるのは ADHD だと思ってスルーするのがいいみたいですね。どうせ何言ったって納得しねえんだから。信念を曲げずに大事を成し遂げた人はもしかしたら ADHD だったかもしれない。で、あるので、必ず悪でもなさそうなんですけどね。そういう人も必要なんだよっていうことらしいんですけど、ADHD はですね、社会正当バイアスも強いんだって。社会悪許せないっていう、特性もありまして、社会悪を見つけたら騒ぎ立ててくれるから、まあ分かっていいなっていう、こういう人にですね、悪と思われると厄介ですね。何言っても認めてくんないんだもん。なるべく関わらないようにしたいですね。今日のその他のニュース。NHK 紅白に6組の韓国勢が出ることについて、明石家さんまさん、おじいちゃんおばあちゃん、紅白見るお客さん、知らないよね。無敵の人ですね。誰もが思っていることをズバッと言ってのける。今日のさんまにで、青木り、りじゃなくて、なんとかっつ読み方なんですけど、忘れちゃった。青木り、ハマスがテロリストかどうかは置いておいて。この時点でもう笑っちゃう。イスラエルは絶対に許されない。いや、置いちゃダメだろ。そこが一番大事だろ。と、失笑される。そんな大声でですね、私はバカですって絶叫しなくてもいいのにね。NPO 法人。日本弱者男性センターあるんだそんなのが、都電荒川線を貸し切ってですね、男性専用車両を実現させました。フェミたちがですね、異論は認めないフェミたちがですね、女性の権利を奪う、何言ってるかわかんない理由で批判してました。じゃあ女性専用車両は
男性の権利を奪ってんのかって、女性のどういう権利をどのように奪ってんのか、全く意味わかんないですね。都内梅毒患者数は現在3209人、確認されており、今年の過去最多記録更新が確実に、これいつからあの統計取ってるのかわかんないですけれども、過去最多記録更新確実今年、風俗従事者が2割、8割が素人ってことなんですけど、風俗の客かなこの8割な。まあ立ちんぼはどうなんですかね。ああいうのも風俗業に含まれるんですかね。恐ろしいですね。なんかトー横の立ちんぼ買った、体験談なんかがちらほら2ちゃんにありましたけれども、臭いんだって体も臭いし服も臭いんだって。なんか、ずっと外行っからかな、風呂も入んねえで、いや入ってるよなホテルでな、なんか臭いらしいんですよ。もう我慢できなくてホテルに置いて逃げちゃったのってひどいやつもいるぐらいなもんでね。というわけで、今日のデモ大成功に終わりました。ご参加くださった皆様、宣伝してくださった皆様、誠に誠にありがとうございました。今年の秋もう3回デモやったから、次は春かな、なんて、考えております。その時はまた新しいお題、目につくお題、あったらやりたいと思います。来年9月に近くなったら高市早苗を総理大臣にみたいなデモもいいかな。たまにですね、ネガティブじゃなくてポジティブなデモも、応援デモ、高市早苗応援デモとか、そういうのもいいかなーってちょっと思っております。デトックスジャパン。